皆さんこんにちは。娯楽映画として人気のジャンルであるホラー映画は、もちろんそれ自体はフィクションなのですが、本物の幽霊が映り込んだとか、不気味な声が入っているとか、映画そのものとは関係のない曰く付きのエピソードも数多く存在します。そのため日本ではホラー映画の撮影の際にはお祓いをするのが通例となっています。ですが、幽霊を題材とした報いなのか、日本海外問わずホラー映画の撮影現場では何とも説明のつかない恐ろしい事故が多く起こっています。今回はその中から特に不気味なものをご紹介しましょう。ポルターガイスト。ホラー映画の代表格ともいえるポルターガイストシリーズ。ところがこの映画には群を抜いた曰く付きのエピソードがたくさんあります。この映画の一つに出演していたジョベス・ウィリアムスは、ある日撮影から自宅に帰ると壁にかけていた自分の写真が歪んでいるのを見つけました。写真には思念や念力が宿ると言われています。この現象はウィリアムスの身に迫る何かを予言していたのかもしれません。また同じくシリーズの一つに出演していた俳優オリバー・ロビンスは、ピエロの小道具に首を絞められて殺されるシーンで、ピエロがうまく動かず、本当にオリバーの首を絞めたまま動かなくなったのです。ギリギリのところでオリバーは解放され、一命を取り留めたのでした。資料館。悪霊に悩まされた一家の実話を元にしたホラー映画資料館。この映画の撮影中に説明不可解な様々なアクシデントが起こりました。女優のベラ・ファーミガは自宅で台本を読んでいると、突然金縛りで一晩中動けなくなりました。夜更けにやっと金縛りが解けると、使っていたパソコンの画面に動物が引っかいたような3本の傷が残されていたといいます。またロケの期間中、スタッフやキャストが泊まっているホテルで火事が起こり、避難を余儀なくされたりと、関係者は撮影期間中ずっと不穏な雰囲気で過ごしました。勝手にモデルにされた悪霊の怒りと考えるのは強引でしょうか。オーメン。悪魔と天使の闘争を描き、30年以上経った今でもリメイクされたりと伝説的なヒットを記録したオーメン。この映画の撮影期間中に起こった不可解な事故が、あの大スターを襲いました。この映画で主要な役を演じたグレゴリー・ペックは、プロデューサーと共に飛行機に乗る予定でしたが、偶然にも乗り遅れてしまいました。直後、その飛行機は雷に打たれて墜落し、搭乗者は全員亡くなりました。もしもペックがその飛行機に乗っていたら、今日までの彼の活躍はないでしょう。もちろん、オーメンも公開されることはありませんでした。落雷は自らの存在を晒し者にされることを拒んだ悪魔の差し金だったのでしょうか。トワイライトゾーン。グレゴリー・ペックは幸運にも一命を取り留めましたが、奇しくも同じ飛行機にまつわる撮影中の謎の事故で命を落としてしまった有名俳優もいます。トワイライトゾーンに主演したビッグ・モローは、飛行機が上空を旋回する中でのシーンを撮影中、飛行機のそばで花火のようなものが爆発し、その飛行機が墜落して、モローはその下敷きになってしまいました。当然花火を打ち上げたのは誰かという大問題になりましたが、不思議なのはその時花火や火薬を打ち上げた者は誰もいなかったということです。警察の調べでもそのようなものが使われた形跡はありませんでした。そもそも撮影していたのは町も川もない荒野で、花火や火薬があるはずもなく、当然使う予定もない花火をスタッフが持ってきたはずもありませんでした。発見されたモローの遺体は判別できないほどバラバラの状態に。いかがでしたか？もちろん全ての事故や現象を幽霊の仕業とするのは無理やりかもしれません。しかしここで紹介したものよりはるかに多くの謎の現象がホラー映画の現場で起きているのも事実です。興味のある方は今回紹介した映画をぜひ見てみてください。何かが映っているかも
しれません。ご視聴ありがとうございました。ご登録よろしくお願いします。